こんにちは、ケイドラです。今日は SAO コラボのおすすめ運曲紹介していこうと思います。今回は第1弾とかを含めますと合計10体運曲に可能です。10体といえば結構多く感じるんですけども、前回までね、しっかり作っていると今回は、一応4体っていう形になりますね。スライド可能なキャラもいるんで。ぜひ運曲作成しましょう。これはちょっとね、初心者の方向けの話なんですけども、モンストのやり込み要素っていうのは基本的には運曲作成になります。なので時間がある方は今回のコラボキャラ全て運曲作りしましょう。単純にラッキーモンスターの対象になったりとか、あと運曲数を稼いで運曲ボーナスもらえる。さらに紋章稼ぎにもなるんで、期間限定キャラは特に後から欲しくなっても作れないんで、ぜひこの際に作っておきましょう。今回ね結構キャラ多いので運曲のおすすめ度だったり優先して作るキャラを紹介していきます。では見ていきましょう。まず第2弾の方ですね。先に言っとくと第2弾の降臨キャラ全体的にめちゃくちゃ優秀でした。なんでぜひ作ってほしいんですけども、まず見ていきましょう。バサゴ、おすすめ度は3になってます。アジンキラー M、聖騎士キラー M、ゲージでアンチ威力バリア、アンチ減速壁の貫通キャラですね。ダブルキラーを持ってて、しかも両方とも M なんで、火力2倍になりますし、さらに、重力減速壁っていうところなんで、汎用性はね、今後どんどん上がっていくと思います。特に最近出たね、未開の大地11の適正キャラになりまして、ボスにキラー乗る、プラス、ギミックもね、魔法獣はないんですけども、減速壁対応っていうところでめちゃくちゃ優秀です。降臨キャラの中では多分一番強くなりますね、このキャラが。今後も未開の大地やっていくって方は、絶対に確保しておきましょう。なんならそこら辺のガチャゲンよりも強い火力を出してくれます。このキャラ自体の種族も魔人なんで、ノアだったり、ノストラダムスともめちゃくちゃ相性がいいです。攻撃力は高めなんですけども、HP とスピードはちょっと低めですね。ただね、やっぱりアジンキラーっていうのは、モンストにおいてめちゃくちゃ汎用性が高いキラーなんですね。コラボだったりするとほとんどのキャラがアジンなんで、アジンキラー M で2アウィ対応っていうところは結構優秀かなっていうふうに思ってます。有料面とかはそこまで火力はないんですけども、無難な感じなんで、かなり優秀かなっていうふうに思いました。次はアドミニストレーター、おすすめ度は3になってます。マインスイーパー、アンチ魔法陣、ゲージで弱点キラーの貫通タイプのキャラですね。光属性の貫通だったら、降臨だと初実装でございます。ガチャでも結構少ないところなんで、希少性はめちゃくちゃ高いかなというふうに思ってます。弱点キャラを持つ貫通タイプのキャラなんで、ボスに対しても火力を与えやすいですし、ウォールムービングバレットもちょっと使い方難しいんですけども、火力としては結構十分出るんで、SS も自強化プラス落雷なんで無難に使いやすくていいかなと思ってます。ステータスも高いですね。種族も味なんで組み合わせしやすいかなというふうに思ってます。ほんと無難に強いっていう感じなんで、今回のコラボから始めた方からすると、めちゃくちゃ使いやすいキャラになると思うんで、ぜひ運曲作っておきましょう。次はベクタですね。おすすめ度は3になってます。ドラゴンキラー、魔王キラー、聖騎士キラー、ゲージでアンチワープ、SS 単短縮のキャラです。で、このキャラね、砲撃型のトライパルス持ってるんで、実質超強トライパルスですね。さらにドラゴンキラーとか魔王キラー、聖騎士キラー乗ってくると、友情ブースト持ったキート君と同じ火力が出るんで、普通に強いです、この友情コンボ。キラー対象はね、ちょっと限られてるんですけども、3個持ってるんでね、ボスだったり、雑魚にもキラーが乗っていいかなというふうに思います。またね、ステータスも結構高いんですよね。攻撃型とは思えない感じなんで、普通に殴り火力も高いキャラかなというふうに思います。SS のターンは結構長いんですけども、やっぱり短縮持ってるんで、そこのところを補ってるかなというふうに思います。ワープ対応のみなんで、汎用性はちょっと低いんですけども、このキラーが出るところではね、だいぶ活躍してくれるんでいいかなというふうに思います。ちょっと強引なんですけども、近畿24の弱点強化後のサンダーバードですね。これはトライパルスでおそらくワンパンできるんで、今更ちょっと使う方は結構少ないと思うんですけども、一応多分使えると思うんで、ただダメージオールはめちゃくちゃ危ないんでご注意ください。次は地震テラリアですね。おすすめ度は3になってます。リゼネアンチ魔法陣、ゲージでアンチワープのキャラです。このギミック対応はやっぱり希少です。魔法陣ワープはめちゃめちゃ希少かつ、貫通タイプっていうところなんで結構扱いやすいかなと思います。さらにですね、超強貫通ホーミング12、降臨枠では結構強いです、この友情コンボ。なんで、今回のコラボから始めた方は、めちゃくちゃ重宝するキャラかなっていうふうに思います。SS も自強化として使えるし、ステータスも結構高いんですよね。スピードも結構速いんで、無難にめちゃくちゃ使いやすいキャラかなっていうふうに思います。ただね、種族は神です。アジンだったり陽性とは違うんで、そこだけね、お間違えないようにっていう感じなんですけども、ログインボーナスだったりでもらえるんで、ぜひこのキャラは運極作戦しましょう。本当になんか今回のキャラたち優秀ですね。そして第2弾最後のキャラなんですけども、友情&キート、おすすめ度は3になってます。このキャラは一応超究極勝たないとゲットできないキャラなんで、おすすめ度は結構赤3とかにしておきますね。アビリティがアンチダメージオール、アンチ減速壁、ゲージでアンチブロックの貫通タイプですね。トリプルアンチアビリティ持ってまして、ステータスもね、高い。これはね、後編キャラのステータスとは思えないですね。豪絶ぐらいのステータスもらってるんですけども、めちゃくちゃ高いです。さらに2体分曲を作れば英雄の証もつけれるんで、そういうところも強みですね。SS の自強化プラス、再度攻撃するもの。これはヒソカだったり、あとは、カグラちゃんが持ってるんですけども、結構珍しい SS ですね。なんか再度攻撃するものは結構自強化倍率さらに上がったりするんで、結構強いんじゃないかなっていうふうには思ってます。普通に考えて強いですよね。止まってからもう一回動き出すんで、追撃としては十分かなというふうに思います。ただ配置を取りたい時とかは、ちょっと配置が崩れちゃうんでね、そこだけはしょうがないんですけども、やっぱり殴れる回数が増えるんで普通に強いかなというふうに思ってます。友情コンボ超強次元斬も普通に無難に強いですし、本当に今回のコラボキャラたちは癖がないなっていうふうに思いました。あと貫通タイプ多いんですよね、今回。なんで、運枠としての仕事はめちゃくちゃしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか今すぐどっかでドハマりするっていう感じは思い浮かばないんですけども、最近増えてるね、やっぱ元素壁の対応だったり、トリプルアンチっていうところなんで、非常に組み合わせは豊富なんですよね。この性能はもうマジでハマる気しかしてないですね。ダメオ原則壁も最近増えてますし、ブロック原則壁で見るとアミダちゃんとかもいるんで、本当になんか最先端のクエストで活躍しそうな感じはしてます。何はともあれ、このキャラは本当に超究極勝たないといけないんで、ぜひ勝って解放してあげましょう。めちゃくちゃ優秀なキャラでございます。続きまして、これは一応電撃コラボのキャラなんですけども、アスナ&キートですね。おすすめ度は3になってます。アンチ重力バリア、アンチブロックの貫通タイプで、言わずと知れた豪絶エリアでの最適になってます。アロンズロットと同じ聖騎士なんで、そことも相性が良くて、結構使われておりました。このキャラは友情&キートとスライド可能のキャラなんで、1体ね、運極を作っておけば、いつでもスライド可能になりますし、英雄の証ももちろん継ぐんで、すでに作ってるよって方はちょっと関係ない話かもしれないんですけども、これから作ろうと思ってる方はね、ぜひ、2体分曲を作って英雄の歌唱を上げましょう。このキャラはやっぱりね、スピードは高いんですよね。414ももらってて、運枠としての機動力は非常に高いんで、めちゃめちゃ優秀かなっていうふうに思ってます。さっきの友情&キートに比べると友情火力は劣るんですけども、SS も普通に使いやすいですし、未だにね、豪絶のイデアでは運枠として活躍しております。先ほども話した通り、1体に運極作っておけば、友情&キートにいつでもスライドできるんでね、このキャラは絶対運極にしておきましょう。では、第1弾見ていきます。友人、おすすめ度は2になってます。飛行友情コンボ ×2、ゲージでアンチダメージオールのキャラですね。気弾は2発出すことができるんですけども、それで22万のダメージですね。パワー型にしてはまだマシかなというふうに思ってます。SS はランダ系で、弱点ヒットだったら有利属性で200万ぐらいのダメージは出ます。もうちょい出たかな ?230 万ぐらい出ますね。で、結構強いんですけども、やっぱりパワー型っていうところなんで、普段使いはしにくいですね。ただ逆に言うと、パワー型の飛行ダメージオールのキャラって結構少ない部類になりますし、高攻撃力必須のところが出てくると、買いが利きにくいキャラなんで、作っておいて損はないかなというふうに思います。もちろんやっぱ出番はほぼないです。ほぼないんですけども、クエストも簡単ですし、ぜひ作っておきましょう。第1弾のキャラなんで、現環境に応じてるとは言えないんですけども、コラボキャラっていうところも踏まえて作っておいた方がいいかなと思います。次はヒースクイフですね。おすすめ度は2になってます。アンチダメージオール全属性耐性、ゲージでアンチブロックダッシュのキャラです。最近ね、やっぱね、怪しいところですね。ダメージオールアンチブロックのキャラなんで、ウリエルだったりカメハメハが追加されてますけども、ハマるんでしょうかね。怪しいところでございます。で、全属性耐性を持っておりまして、被ダメージ軽減できるし、SS を打つとさらに被ダメージをね、3分の1にしてくれるんで、むちゃくちゃね、硬いキャラになります。自強化倍率は 1.2 倍とね、タンスに比べたら低いんですけども、やっぱり、硬いっていうところがこのキャラの強みかなっていうふうに思います。ただこのクエストは直ドロのみの対応なんで、集めるのは非常に時間かかります。なのでもし作ろうと思ってる方は、これは計画的にちゃんと進めてくださいね。もう諦めてる方はもう花から諦めていいと思うんですけども、集める場合はベル使ったりして、チョコポイントをゼロにして、やってあげるのがいいかなと思います。次はデスガンですね。おすすめ度は1になってます。ロボットキラー、サムライキラー、ゲージでアンチ16バリア、SS3短縮のキャラで、まあ、ベースキラーなんでね、その友情コンボだったり号令時にキラーを発動するものの、ちょっとね、そのキラー対象が限られてるっていうところだったり、まあ、キラーもね、M じゃないので、これが M だったら嬉しかったんですけども、まあ、1.5 倍となると、そこまで火力に期待できないかなと思います。で、SS の自強化倍率も 1.1 倍とかなり低いんですけど、まあ、このキャラの強みとしては、一定期間無敵化があるんですよね。自身が次の行動終わるまで無敵化を継続するんで、まあ、非ダメージ軽減するにはもってこいのキャラですね。ただやっぱりキラー対象が少ないっていうところと、まあ、ターンアビリティ16バリア対応のみなんで、出番は正直多くないかなっていうところで、今回はおすすめ度1にしました。まあ、もちろん作っておいて全然いいんですけども、まあ、優先度はちょっと低めですね。使えるケースがちょっと少ないので、優先度は低めになってます。最後は絶剣の勇気ですね。おすすめ度3になってます。マインスイーパー、ゲージでアンチダメージオール、 SS3 短縮の反射キャラでございます。ダメージギミックに対応しておりまして、まあ、これもね全然癖がないんで扱いやすいかなっていうふうに思います。 SS は自強化プラス追撃ですね。マザーズロザリオを放ってくれるんですけども、これが結構弱点に当たれば火力を伸ばすことができます。で、攻撃力も降臨にしてはなかなか高いですね。28000で、スピードも370ぐらいあるんで優秀なんですけども、まあ、HP は結構低いかなっていうところです。まあ、このキャラは原作知ってる方はね、SS を打つたびに感動するので、まあ、ぜひ運曲作ってほしいんですけども、無難にやっぱ使いやすいですね。本当にね、SAO コラボの降臨キャラたちは癖がないなっていう印象なんですけども、初心者の方が作っておいて絶対損はないキャラたちなんで、ぜひ勇気も作っておきましょう。以上ね、今回発表したんですけども、まあ、中でも一番作成難易度が高いのが、一応友情&キートになってます。超究極勝たないといけないんで、まあ、勝てばね、いつでもスライド可能なんですけども、まあ、条件があるので、ぜひ皆さん頑張って勝ちましょう。まあ、友情&キートの集め方としましては、アスナ&キートを集めると、まあ、スライド可能なんで、アスナ&キートで運曲を作って、超究極に買ってスライドさせて使いましょうっていう感じになります。なんで友情&キルトを集めるために何かを周回するっていうことはないんでね、ご安心ください。合計10体のキャラたちなんですけども、全体的にめちゃくちゃ優秀です。第1弾のキャラたちは情報修正入らなかったんですけども、まあ、現環境を考えるとめっちゃ強いっていう感じではないんですけども、一応まだギリギリ戦えるっていうところのラインなので、まあ、情報修正入らなかったのかなと感じました。まあでもやっぱりね、第2弾の方が全体的に優秀なんでね、優先的に第2弾の方を作っておきましょう。それではご視聴ありがとうございました。参考になったりとかあればぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いします。モチベーションつながるのでぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。